テディ・ウィルソンはアメリカ合衆国のジャズピアニスト。本名はシオドア・ショー・ウィルソン。その洗練されたエレガントなスタイルの演奏は、ルイ・アームストロング、レナ・ホーン、ベニー・グッドマン、ビリー・ホリデー、エラ・フィッツジェラルドら、数多くのジャズ界の大物と共演した録音に残されている。ウィルソンは、1912年11月24日に、テキサス州で生まれ、アラバマ州タスキーニのタスキーギ・インスティチュートで、ピアノとバイオリンを学んだ。ローレンス・スピードウェップのバンドで、ルイ・アームストロングと共演し、アール・ハインズのグランドテラスカフェオーケストラで、ハインズの代役を務めた後、1933年にベニー・カーターのチョコレート・ダンディーズに参加した。1935年には、ベニー・グッドマンのトリオ、すなわち、グッドマンとウィルソンに、ドラマーのジーン・クルーパからなるコンボに参加したが、これは後に、ライオネル・ハンプトンが加わって、カルテットになった。このトリオは、ビッグバンドが演奏の合間に休憩している時に演奏するという趣向だった。このトリオに参加したことで、ウィルソンは、それまで白人だけで編成されていたジャズ楽団の一員として、公の場で演奏した最初の黒人ミュージシャンとなった。著名なジャズのプロデューサーで、著述家でもあったジョン・ハモンドは、ジュークボックスの普及を念頭に、当時のポピュラー曲にホットなスウィング風の編曲を施して録音することを目指し、ウィルソンのブランズウィックレコードとの契約が実現するよう働きかけた。ウィルソンはレナ・ホーンやヘレン・ウォードをはじめ、様々な歌手と共演して50枚ものヒットレコードを生み出したが、その中にはビリー・ホリデーにとって最も大きく成功したレコードなども含まれていた。この時期、ウィルソンはレスター・ヤング、ロイ・エルドリッジ、チャーリー・シェーバーズ、レッド・ノーボ、バック・クレイトン、ベン・ウェブスターら幅広く多彩で重要なスウィングミュージシャンたちと共演し、数多くの高く評価された録音を残した。ウィルソンは1939年に自身のビッグバンドを持ったが、これは長続きせず、1940年から1944年にかけては、カフェソサエティでセクステッドを率いていた。ハワード・ストレッチ・ジョンソンは、ウィルソンが左翼的主張を支持していたことを捉えて、マルクスとのモーツァルトと名付けた。ウィルソンは、マルクス主義の雑誌、ザ・ニューマセズや、ロシア戦争救済基金のための慈善コンサートに出演し、ベンジャミン・J・デイビスを支援する芸術家委員会の座長でもあった。1950年代には、ジュリアード学院で教鞭をとった。1955年の映画、ザ・ベニー・グッドマン・ストーリーでは、本人役で姿を見せている。1960年代以降のウィルソンは、ニュージャージー州、ヒルズデールで静かに暮らしていた。最晩年まで、ソリストとして、あるいはその時々にバンドを組んで演奏をすることがあった。1986年7月31日に死去。コネチカット州ニューブリテンのフェアビュー墓地に埋葬された。かつての楽団メンバーと語るベニー・グッドマン。テディ・ウィルソンは手前でピアノの前にいる。1952年サイドマンとして参加。ありがとうございます。